こんにちは、ケーナ奏者のレンです。いや、あれからずっとですね、練習をしてまして、ようやくまあね、こういう材料が、まあ、比較的うまくいったので、そろそろですね、ちょっと本番を削ってみようかなと思います。ちなみにね、これはなんか17ミリですね。17ミリで抜いてあります。後ろもすごい真ん中にちゃんと開きました。うん、こっちはカシですね。カシの木。うん、同じく17ミリです。で、まずですね、これ。これを、角柱に切り出して、そこから丸くしていくっていう作業をとりあえず今日はやろうと思います。まあ何本取れるかですね。やっぱりこう、ひびが入ってたりするものがあったりするので、その部分を除いてって何本取れるかですね。はい。じゃあまあちょっとやっていってみようと思います。
ということで丸棒にしました。一応こんな感じね、こんな感じで、なんだかんだですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14本切り出したんですけど、ちょっとねやっぱ端っこにひびが入っちゃってて、まあ、どういうことかっていうと、こんな感じ、こんな感じですね。こういうとこ、このひびがどうしてもね入っちゃってるのがあって、両サイドからまあ削り落としたんですけど、毛穴の長さギリギリまで取ったんだけど、ちょっと難しいなっていうことで、断念しました。そんなのがあって、だいたいそうですね8本かなできました。でその中でもちょっとね、どれだったかな、これ中にね節が、中に節があったんで、面白い模様がねこうやって出たりするんですけど、まあ、これが毛穴になるかどうかはちょっとやってみないと分かんないですね。はい、ということで、まあまだまだ材料いっぱい、伊藤さんのところで譲ってもらってきたので、はい、ちょっとこれをもうちょっと頑張って作ってみようかなと思います。あとはね中を抜いていく作業ですね。やっぱり一本一本やるよりまとめた方がいいんですけども、まあそんなわけで、これからまたね作っていこうと思います。ではまた。